はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、地下工事法の1回目ですね。まあ、基本的な、地下工事法の目的の部分と、あと地下工事の流れで、流れの1回目の標準値の選定、ここまで解説していこうと思います。で、この地下工事法なんですけども、次の不動産鑑定評価基準とどちらか一方が試験として出てくるんですよ。つまり地下工事法が出たら不動産鑑定評価基準は出ない、不動産鑑定評価基準が出たら地下工事法が出ないといった感じで、まあ、選択で出てくる感じなんですね。なので毎年、まあ、交互に出てくるんですよ。ただ、まあ、それが覆される2年連続で同じ分野が出るといった場合もありますので、まあ、ぜひですね、ここは解けるようにしてください。で、地下工事法はその不動産鑑定評価基準よりも簡単なんですよ。得点しやすいんですね。なのでこちらが出た場合は絶対得点していただきたいと思います。で、まず地下工事法の目的なんですけれども、これは一般の土地取引の価格の指標を与える、まあ、目安ですね。私たちが不動産取引をします、まあ、特にこれ土地の話ですね。地下工事法っていうのはこれ土地の価格の話なんで、土地取引をするにあたっていくらで売買をするのか、その一つの目安となるのがここの地価なんですよ。で、この地価についてはネットで調べていただいても出てくるし、新聞とかでも出されるんですね。毎年4月ですね、毎年4月に地価は公示されます。公示されるっていうのは一般に広くお知らせをするということです。つまり、毎年4月に日本全国の一定の土地について、まあ、たくさんあるんですけども、その土地についての地価が公表されるんですね、まあ、これが地価公示です。で、その公示された地価、公表された地価、これが一つの土地取引の価格の目安になるんだということです。あくまでもこれ目安なので、これに絶対従わなければいけないというものではありません。また公共用地等の取得の際の適正な保証金の額の基準にもなるんですよ。まあ、例えば学校を作るための土地を取得すると、まあ、言った場合、それに対する保証金の額っていうのは公示された地価、これを基準にしなければなりません。で、これは必ず基準にしなければならないんですよ。必ず公示された地価を基準にしなければなりません。なんでこっちは義務なんですね。で、こっちの上の方についてはこれ任意なんですよ。必ずしも公示された地価を基準にしなければいけないわけじゃなくて、あくまでもこっちは目安でいいと。なので価格にズレがあったとしても全然問題ないですよっていう話なんですね。例えば公示された地価が1平米20万円だったと、まあ、例えば隣の土地ですね、 たまたま隣の土地が公示されていた、地価公示されていて1平米20万円だった。で、一方で今から土地取引を行う、もうこの公示された土地の隣の土地、これを1平米あたり30万円で売買する、売買契約を締結する、これは全然問題ございません。あくまでもこっちは任意ですね。こっちは義務です。ここについては注意をしておきましょう。で、続いて地下工事の流れですね。これすごく重要なんで、流れをちょっと頭に入れてください。まず標準値の選定、どの土地について地下の工事をするかっていう地点を決めていくんですよ。ここの土地、ここの土地、ここの土地っていう風に地点を決めていくんですね。これが標準値の選定です。で、2つ目、その選定された標準値、一つ一つの地点ですねについて鑑定評価を行います。で、それに対して地価を決めるわけですね。判定をする。で、それを公示する、お知らせをする。で、最後に関係市町村にその内容を送付して、関係市町村で閲覧できるようにするといった4ステップの流れがあります。で、今回お伝えをするのは一番最初の標準値の選定についてお話しします。で、まず土地鑑定委員会っていう国の組織があるんですね。ここは地下工事を専門に行う組織、国の組織と考えてください。この土地鑑定委員会が工事区域内の土地から標準値を選びます。工事区域っていうのは都市計画区域内だけじゃなくて、都市計画区域外であったとしても土地取引が相当程度見込まれる区域、これも工事区域なんですね。その工事区域っていうのがもう定められていますので、
その中から標準値を選ぶ。この標準値っていうのは地下を工事する各地点です。これを選んでくるんですね。例えば A 市のこの町についてはここ、この町についてはここみたいな感じでどんどんこう選んでいくっていう話ですね。でちょっとイメージしていただきたいんですけども、日本全国あります。その中に工事区域があります。で工事区域外っていうのは例えばもう山とかですよ。イメージとしては山っていうのは都市計画区域外ですし、また土地取引もあまりないですよね。なんでまあそういったところは工事区域にならないんですけども、まあそれ以外の区域はだいたい工事区域になってくる。その中から標準値をこうやって選んでくるという話です。で選ぶのは誰か、これは土地鑑定委員会ですね。土地鑑定委員会がこれ選んできますんで、標準値を選ぶので、ここ頭に入れておいてください。不動産鑑定士が選んでるわけじゃないんですね。不動産鑑定士っていうのはこの2番の鑑定評価を行う人なんですよ。標準値を選ぶのはあくまでも土地鑑定委員会なんで、この部分は注意をしていただければと思います。まあ、今回はここまでなんですけども、もう全て重要な内容なので全部頭に入れていただければと思います。一度この動画見ただけでは頭に入らないと思いますんで、何回か動画復習していただいて頭に入れていただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。